これだけでも結構独特の質感出ますよね。こんにちは、フリッパーことフリッパートルニッツです。で、今回からアートリアさんのヌラトロン V っていうプラグインソフトを使って動画を作っていこうと思います。で、この元となったメロトロンっていう楽器は1960年代から登場して、で、ストリングス、フルート、ブラス、クワイアなんかのサウンドが有名です。で、このメロトロンの特徴っていうのは、まずその鍵盤の数だけテープがあって、そのテープ1本ずつに各楽器の音程の音声を流し込んで、で、鍵盤を押すとその音程の音声が再生されるっていう、まあ今からしたらちょっと信じられないようなかなりドアナログなキーボードです。まあアナログテープのサウンドなんで、まあいい意味でローファイだったり独特の質感があるんですけど、すごい人気があって、まあ、サンプリングのライブラリーなんかでもたくさんありますし、ソフトウェア化もよくされたりもしてます。で、プロの方はわざわざ実機を使ってレコーディングされる方とかも今もいますね。で、メロトロンって言うとやっぱりそのビートルズのストロベリーのあの曲とか、初期のキングクリムゾンとか、イエスとかジェネシスとか、ムディブルースとか、まあ、いわゆるプログレッシブロック系のバンドの人たちが使って独特のサウンドを鳴らしてました。まあ、プログレッシブロックが好きなフリッパーとしても、このメロトロンのサウンドっていうのはすごい大好きなんですけど、で、実際ソフトとかも今まで何回か買ったこともありますし、で、まあこの動画でも取り上げたコルクさんのモジュールっていうアプリの中でメロトロンのライブラリーがあったんで、それも速攻買っちゃいましたね。やっぱりアートリアさんの V コレクションの利点っていうのは、プラグイン環境なんで制作にそのまますぐ使えるっていうのがありますよね。ではアートリアメロトロン V 楽しんでいきましょう。メロトロン V 立ち上げてみました。もうこれストロベリーなあの曲のまんまの音ですよね。ブラウザとか画面のサイズの変更とかは他のソフトとやり方は一緒です。で、最大 200% まで拡大することが可能です。で、プリセットの検索機能もあります。じゃあ他のサウンドを聞いていきます。メロトロンといえばやっぱこのストリングスも有名なサウンドですよね。で、メロトロン V はこの右側のこのアドバンスモードをクリックするか、この白いところをクリックすると開いてもっと細かい設定ができるようになります。で、メロトロン V は ABC テープのバンクにそれぞれサウンドが入ってて、別々に鳴らしたりミックスして鳴らしたりすることが可能です。3つ同時に鳴らすことも可能です。で、この演奏する範囲はトラックで移動することが可能です。
で、このオールを選択してないときは、モジュレーションホイールで動かすことができます。で、まずこのメロトロンのメインのパラメーターのボリューム、トーン、ピッチ、で、これも他の V コレクションのソフトと一緒で、この MIDI コントロールのマッピング機能でマッピングすることが可能です。で、左上のアンプエンベロープで音量の時間的変化のカーブをコントロールします。で、オリジナルのメロトロンは ADSR9 で、これはメロトロン V ならではの機能です。で、このフラッターはテープの再生スピードのふらつきによるピッチの変動の深さをコントロールします。ちょっとビブラートっぽい感じになりますよね。テープサチュレーションはテープフォーアの質感を足します。このメカニクスっていうのは磁気テープのヘッドのノイズを足します。これだけでも結構独特の質感出ますよね。で、ノイズフロアはこのメロトロン自体が出すノイズを再現するパラメータです。で、ベロシティのボリュームとアフタータッチによるフラッターのコントロールを設定することができます。で、右上の FX をクリックすると、エフェクトをかけることができます。で、エフェクトはペダルエフェクトを4種類、アンプを1種類、リバーブを1種類使うことが可能です。ペダルエフェクトは12種類の中から選んで使用可能です。で、ドラッグで簡単に入れ替えも可能です。これ実機みたいですごい分かりやすくていいっすよね。で、ディストーションもいろんな感じの歪みを付け加えることが可能です。
で、アンプはツインギターアンプとロータリースピーカー2種類選択することが可能です。トレモロもいい感じに再現してますよね。で、リバーブもホールからルーム、いろんな感じの空間をシミュレートしています。なんかコンサートホールでやってるみたいな、本当のなんかすごいホールでやってるみたいな感じでいい感じですね。で、メロトロン V は基本的にこの使い方も限られてるし、パラメーターもそんなに良くないんで、すぐに使えると思います。で、次回はユーザーサンプルを読み込んだり、ループしたりするメロトロン V のオリジナルの機能について解説していこうと思います。